はいみなさんこんにちは。みーちゃんのつぶやきです。今日はまたコストコに買い物に行ってきましたので、その購入品の紹介をしたいと思います。今回、いつもだとスイーツは一回行った時に1個しか買ってこないんですけど、新商品目白押しで、スイーツも2個買ってきまして、それと新作のデリカもありまして、 以前の動画のコメント欄でご紹介いただいた商品もありまして、今回もほんと楽しかったです。じゃあ早速見ていきましょう。今回、フードコートも寄ったんですけど、ソフトクリームの新作がありまして、これチョコバナナソフトなんですけど、値段は280円でした。それで味なんですけど、今回はひねりも何にもなくて、普通のチョコバナナっていう感じの味で、今回また娘が一緒に行ったんですけど、 前回のルビーソフト美味しかったけど、今回の普通だねとかって言ってました。それと、ホットドッグも一つ買いまして、娘と半分ずつ食べました。それで皆さん、もう言いたいことわかります。そんなソフトクリームとかホットドッグの話いいから、その入れ物の話しなさいよってなんか言われそうだなと思いまして、これなんですけど、コストコで売ってるわけではないんですけど、100円ショップのダイソーに、こんな感じで220円で売ってまして、 これ、色違いなんですけど、同じやつですね。これ、ダイソーのネットストアなんですけど、普通の店舗でも売ってますんで、この間、ダイソー行った時に、これ便利そうだなと思って、これコストコ持ってったらいいんじゃないかなと思って買ったんですね。こんな感じで畳めるんですね。それで、これを、こうやって、こんな感じで組み立てますと、こういう風に完成しまして、しかも、とっても付いてると。それでコストコ持ってくと、 こんな感じで使えると。皆さん、コストコのフードコート行くと、ホットドッグとか買った時に、飲み物入れに行った時とか、ケチャップとかマスタードとか、玉ねぎとかトッピングする時に、どこに置いていいかわかんないですよね。ましてや、1個ならまだしも、2つとかホットドッグ買ったりするともう、おたおたしちゃって、だけど、100円ショップ行った時に、これコストコ行ったら便利かなと思って、 買ってみたんですけど、すごい便利でした。それで、ちょっとやらしいんですけど、周りの人たちに、ちょっとなんか優越感がありました。すごいスマートで、持ち運びも便利だし、ちょっと置いといて、飲み物入れたり、ホットドッグのトッピングしたりとか、すごいやりやすかったんで、皆さんこれ、100円ショップのダイソーで220円で売ってますんで、本当おすすめです。で、使わない時も、 こんな感じで畳んで車の中とかに入れとけますんで、すごいこれ重宝しました。じゃあ早速見ていきましょう。黒糖きなこバーケーキ。値段は1898円でした。これなんですけど、ちょっと前に出たケーキの新作で、黒糖きなこバーケーキってなんか和風のケーキ出てるんだと思って、コストコにしては珍しいなと思って、これは買わねばと思って買ってきました。蓋を開けると、こんな感じで、 和風のケーキも珍しいんですけど、この時期にバーケーキっていうのも珍しいですよね。横から見るとこんな感じでシャンティークリームっていうんですかね。綺麗に塗ってあって、甘栗も乗ってて、黒豆も乗ってまして、きな粉もトッピングしてあると。いやー美味しそうですよね。これのレビューもまたやりますんで、よかったら見てください。次はデカテントファッチブラウニー。 値段は1998円でした。これなんですけど、ちょっと前のメールマガジンでも、こんな感じで紹介してまして、こんな巨大なブラウニーなんて見たことないなと思って、これも買わねばと思って、今回2個も同時にスイーツを買ってきてしまいました。蓋を開けると、こんな感じで、巨大なアルミのトレイにブラウニーがドーンっていう感じですね。それで、これ、普通のケーキと違って、 冷蔵のところではなくて、パンとか並んでるところに積んでありました。クルミとかアーモンドとかどっさり乗ってて、これも美味しそうですよね。これのレビューもまたやりますんで、よかったら見てください。次はチキンケサディーヤ。値段は1180円でした。5個入ってますんで、1個あたりは236円になります。これなんですけど、デリカの新作で、 これ以前にもチキンケサディアって出てたんですけどまたリバイバルで出てて前の時にすごい好きでやっと出たと思ってまた食べたいと思って2個も買ってきてしまいました蓋を開けるとこんな感じでこれトルティアの生地ですかね前のはなんか三角みたいなイメージがあったんですけどこれは丸いトルティアを半分に折って包んでる感じですねサルサソースがついてて 若漏れもついてるんですね。前は若漏れじゃなくて、カラピーニョの酢漬けが入ってましたね。今回は若漏れがついてるみたいです。横から見るとこんな感じで、チキンとかチーズとかどっさり入ってる感じですね。これ焼いてみたんですけど、チーズがとろけて美味しそうですよね。これのレビューもまたやりますんで、よかったら見てください。次はビーフガーリックライス。値段は量り売りの商品になりまして、 100g あたりは170円で、僕の買ってきたのは2293円でした。これなんですけど、これも忘れた頃に買う定期購入品って言っていいぐらいの商品で、先ほども言いましたけど、今回娘が言ったんですけど、僕より娘がこれ好きなんですね。それで今回も買ってきました。蓋を開けると、こんな感じで、これサイコロステーキっていうんですかね、ごっさり乗ってて、フライドガーリックも乗ってまして、 牛とガーリックとバターのしみたこのライスがもうこれ蓋開けた時にガーリックとバターの匂いがふわっと匂うんですけどもうそれだけでぐューっとお腹になりそうな感じです以前にこれのレビューした動画もありますんでよかったらまた見てください次はチキンベーコンシーザーサラダ値段は998円でしたこれなんですけど れも忘れた頃に買う商品で今回もいろいろデリカ買ったんですけどなんかサラダも一品買おうかなと思って今日はこれを買ってきました蓋を開けるとこんな感じでチキンがどっさり入っててベーコンもこれでも買って入っててスライスしたチーズも入ってまして皆さんこのサラダこのチーズが決め手ですよ単品で食べるともうしょっぱくて 臭いチーズなんですけど、サラダに混ぜて食べるともうすんごい美味しいです。ロメインレタスも入ってまして、シーザーサラダドレッシングもついてると。このドレッシングは結構濃いめのチーズが多いなーっていう感じのシーザードレッシングです。いやー、これも美味しそうですよね。これも以前にレビューした動画がありますんで、よかったらまた見てください。次は桜鶏手羽元。値段は1398円で、 2.5kg 入ってますんで、100g あたりは56円になります。これなんですけど、僕の動画いつも見てもらってる方にはわかると思うんですけど、鳥の胸肉ばっかり買ってくるんですけど、今回ちょっと目的がありまして、何かと言いますと、スーパーボウルと言いまして、アメリカのアメリカンフットボールの決勝戦なんですね、このスーパーボールっていうのが。アメリカでやるんで、日本で生ではちょっと時間的に見れないんですけど、 録画しといて、それを見るときのつまみにしようと思って買ってきました。こんな感じで唐揚げにしまして、これで買ってきた量の半分ぐらいですね。ポテトも揚げまして、こんな感じですね。スティックサラダも用意しまして、こんな感じでスーパーボールを見ながら食べました。なんでこういうおつまみかって言いますと、スーパーボールって もう目離すともうすぐもうプレイがバーって進んじゃうんですねもう目離せないもんですからほんとだらしない話なんですけどテレビ見ながらもう口開けて見てるような状態なんですよそれで試合見てる時はもうお箸とかフォークとか使ってらんないんで手でつまめるようなおつまみをこうやって用意するんですねそれでこれをパクパクつまみながらアメリカンフットボールの決勝戦を見ましたパッケージはこのように下のところにセロテープが こんな感じで2箇所貼ってありまして、このセロテープをこんな感じで切りますと、こういう感じに広がるんですね。これ胸肉と一緒ですね。それで、このハサミのマークのところを2箇所あるんですけど、ここをハサミで切りますと、こんな感じで4つに小分けできまして、このまま冷凍している分だけ使えるっていう感じになります。裏から見るとこんな感じで手羽元が大体10匹ぐらいですね。入ってました。 今回あげたのはこれ2袋分あげました。次はジョーンズのヒッコリースモークハム。値段は量り売りの商品になりまして、100g あたりは253円で、僕の買ってきたのは1614円でした。ストアクーポンが400円出てまして、1214円で買ってきました。これなんですけど、前にも買ったことあるジョーンズのハムなんですけど、ジョーンズってメーカーが 日本ではコストコでしか売ってないみたいですね。ラベルはこんな感じでノーシュガーっていうのは砂糖不使用ってことですね。グルテンフリーっていうのはグルテンも使ってないと。ラベルを見ると無塩石ハムって書いてあるんですね。これ発色剤とかそういうのを使ってないってい意味みたいです。それで他の原材料を見てもこんな感じで添加物とか一切使ってないんですね。 僕これサンドイッチの具にするのが好きでこんな感じでサンドイッチにしてます次はキュウリです値段は298円でした今回は宮崎県産のキュウリでしたこれなんですけど先ほども紹介したんですけどこんな感じでスティックにして食べました次はインゲンです値段は548円でしたこれなんですけどこれも前回に引き続きって感じで 買ってきた商品なんですけど結構お気に入りで肉料理の付け合わせに僕の中でインゲンが定番になりつつあります量も 454g も入ってて原産国はメキシコになりますねそれでこれのいいところはヘタとか筋とか全部取ってあってすごい日持ちがいいんですね僕半月にいっぺんぐらいコストコ行くんですけど半月ぐらいでしたら全然日持ちしますんで そういうい面でも競合してますこんな感じで肉料理の付け合わせにしてよく食べてます次はチョンカキムチ 1.2kg 入ってまして値段は698円でしたこれなんですけどこれも,もう毎回のように買う定期購入品で我が家の冷蔵庫にはいつも入ってて切れないようにまた買ってきました蓋の上にはこのように透明のセロハンで封がしてありましてこの 点線のところをこんな感じで破りますと、こんな感じで取れまして、それでスクリューキャップはそのまま開きます。それで好きなだけキムチが食べれるって感じになります。それでこのキムチなんですけど、あんまり辛くなくて、旨味の強い感じのキムチでもうほんと食べ飽きない感じで僕は毎食のようにポリ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 食べてます。次はナリーのオーガニックピクルスです。値段は768円でした。これなんですけど、 これも切れる前に買ってる定期購入品で、このピクルス自体も好きなんですけど、この漬けてある液を再利用でタルタルソースに入れるともうすごいいい味になって、そういう面でも近頃好きです。オーガニックなんて書いてありますね。USDA のオーガニック認証も受けてるみたいです。瓶の裏にはこのように有機きゅうり鈴けなんて書いてありますね。これも添加物とか一切入ってないみたいです。 瓶を横から見ると、こんな感じで、ちっちゃなキュウリのピクルスがびっしり入ってる感じです。それで皆さん、こういう瓶の蓋なんですけど、硬くて困ったことありません前回の時も言ったんですけど、百発百中で開けれる方法がありますんで、ちょっと説明します。まず、このようにティースプーンを用意しまして、ティースプーンをこんな感じで、瓶と蓋の間のところに引っ掛けるんですね。それで、このティースプーンを、 こんな感じでキュッと力入れると瓶と蓋の間にちょっとだけ隙間が空くんですね。そうすると中に多分空気が入るんですね。プシュッと落としますんで。そうするとこんな感じでパカッと開きますんで。もうこの技、百発百中の技なんで、皆さんよかったらお試しください。開くとこんな感じで丸々のピクルスがどっさり入ってるって感じですね。それでこんな感じでいつも食べてます。次はベレッタのサラミリ。 値段は1078円でした。これなんですけど、以前の動画のコメント欄で、大花さんって方に紹介していただきまして、サラミニという小さいサラミも塩分控えめでおつまみにいいと思います。なんで紹介していただきまして、今回ちょうどフトボール観戦にいいなと思って買ってきました。ご紹介いただいた大花さん、いつもご紹介ありがとうございます。これなんですけど、サラミニって書いてありますね。 このベレッタってメーカー、コストコでも結構有名ですよね。いろんなサラミ売ってますよね。イタリアのメーカーみたいです。横から見るとこんな感じで4種類のおつまみのサラミが入ってるって感じですね。袋の上にはまたラクトローズグルテンフリーなんて書いてありますね。結構健康志向の商品多いですね。袋の上をこんな感じで破りますと中に個別包装された小さなサラミがいっぱい入ってました。 一個ずつお皿に出してみたんですけど、こんな感じで、4種類のおつまみサラミが入ってました。全部出してお皿に乗せてみたんですけど、こんな感じで、結構いっぱい入ってますね。それで味の方なんですけど、一個ずつ食べてみました。まず、このクラシコっていうんですかね。これなんですけど、割と塩気の少ない感じの、油の感じは結構じわって出るような感じなんですけど、塩気の少ない ソフトサラミって感じでした。次にこの黄色いのなんですけど、これ読めないんですけど、これスモークサラミみたいですね。それでこれも食べたんですけど、やっぱりソフトサラミって感じで、ちょっとスモークかかってるかなって感じの、これも塩分少なめのソフトサラミって感じでした。次にこのハラペーニョって言うんですけど、ちょっとピリッとするんですかね。これも食べてみたんですけど、これも柔らかいソフトサラミって感じで、 カラピーニョンって書いてありますけど、ちょっとピリッとはしますけど、お子さんでも食べれるぐらいの感じでした。次に、この茶色のがトリュフって言うんですけど、これも食べてみました。これも柔らかいソフトサラミで、全部共通して、塩分は少なめな感じで、油はまあ普通のサラミって感じで、噛むとじわっと油が出るような感じのサラミで、これ、トリュフの味しました。僕これが一番美味しいと思いました。 お酒のおつまみとかおやつにはうってつけのあんまりしょっぽくないソフトサラビですごい美味しかったですご紹介いただいた大ーさんご紹介ありがとうございますすごい美味しかったです次はカークランドシグネーチャーのチーズフルーツナッツパックです値段は1868円で16個入ってますんで1個あたりは117円になりますこれなんですけどこれも何回か買ってる商品で 娘が結構気に入ってて、こんな感じで、チーズとドライフルーツとナッツが小分けされたような商品で、小分けされてて食べやすいんで結構買ってます。箱の上を開けると、こんな感じで入ってまして、一個ずつ出すとこんな感じで、裏返すとこのように2種類のチーズとアーモンドのパターンとカシューナッツのパターンとあるみたいですね。で、共にドライクランベリーが入っている感じです。 以前にこれのレビューした動画もありますんで、よかったら見てください。次は、ひよこ豆のカレー。値段は1498円でした。8パック入ってますんで、1パックあたりは187円になります。これなんですけど、ちょっと前にツイッターとかで食べてる人がいて、なんか美味しそうだなと思って見てたんですけど、今回行ったら売ってたんで、あ、売ってると思って、これは一回買って食べてみたいなと思って、 買ってきました。ひよこ豆のカレーなんて書いてありますね。これ、レトルトの商品みたいで、電子レンジとか湯煎で食べれるみたいです。箱の上には、このようにセロテープで封がしてありまして、このセロテープを切りますと、こんな感じで開きまして、中にこのように8パックのレトルトのカレーが入ってました。1個取り出すと、こんな感じで、大きさは手に持つとこんな感じで、 よく売ってるレトルトのカレーと同じぐらいの大きさでした。それでラベルを見てみたら、ここにビーガンなんて書いてありますね。ビーガンっていうのをちょっと調べたんですけど、ビーガンとは野菜や果物を中心とした食生活を送るライフスタイルのこと。肉や魚はもちろん、卵や乳製品、蜂蜜といった全ての動物性由来の食材を使った 食べ物を取り入れないことを主義としています。ですから、肉や魚も、卵や乳製品も、蜂蜜も使ってない商品ってことですね。ベジタリアンよりも厳しい感じですね。そんなこととは知らずに、意識高い系の商品だったみたいです。全部出してみたのがこんな感じなんですけど、これよく見たら、一袋で二人前だそうです。レトルトパックの上の方にこのように切り欠きがありまして、ここを破りますと、 こんな感じで破れまして、お皿に移して、それで僕は電子レンジで温めました。後からよく読んでみたら、このレトルトのパックのまんま電子レンジで温めれるみたいです。それで味の方なんですけど、すごいスパイスが効いてて、よこ豆の食感も良くて、本格的なインドカレーのお店で野菜のカレー頼んで辛くないやつって言った時に出てくるような、そういう感じの カレーでした。すごいやっぱり日本では使わないような食欲そそるようなスパイスがいっぱい使ってる感じで僕はビーガンとかそういうこと全然考えずに買ってきたんですけどビーガンとかそういうの抜きにしてもカレーとして食べた時にすごい美味しいカレーで肉とか魚とか乳製品とか一切使ってないのにこんな美味しいんだっていう感じがしました。これなかなか美味しかったんで皆さんも全然辛くないんで お子さんでも食べれるぐらいの辛さなんで、あれ好きの方でしたら結構おすすめですんで、一度お試しください。次は、カークランドシグネーチャーのバラエティーベーグル。値段は880円でした。12個入ってますんで、1個あたりは73円になります。今回は、フレームベーグルとシナモンレーズンベーグルを買ってきました。これなんですけど、これも毎回のように買う定期購入品で、もちもちして美味しいのと、 うちの近所とかだったらこんなベーグルとか買えないんで、コストコ行った時には毎回のように買ってます。ラベルの上を見ると、このように黄色いマークがついてまして、アインシュタインブラザーズベーグルっていうんですけど、これアメリカの有名なベーカリーのチェーン店みたいで、そこのレシピでコストコのベーグルは作ってるみたいで、それで美味しいのかもしれませんね。次はザビダのヘーゼルナッツバニラコーヒー豆ですね。 値段は2098円でした。これなんですけど、しばらく売ってなかったんですけど、今回行ったら売ってて、ああ、また売ってると思って、香りのいいコーヒーなんで、今回もまた飲みたくて買ってきました。ラベルの裏を見ると、豆の生産国は、ホンジュラスとかニカラグアと、その他って書いてありますね。原産国はカナダになります。袋の上にはこのように切り欠きがありまして、ここの部分をハサミで、 こんな感じで切りますと、こんな感じで開きまして、こんな感じで袋が開きます。もうこの時点でバニラのふわーっと甘い匂いがして、ちょっと開けといたらもう部屋中これの匂いになっちゃうっていうぐらいすんごい美味しいコーヒー豆です。この袋もこのようにパウチになってまして、豆を出したらまた密閉して置いとけるっていう感じになります。袋の中にはこのようにコーヒー豆がどっさり入ってまして、こんな感じで 空気を調節する便でするでねこういういいのもついてましたお皿に出してみたのがこんな感じなんですけどさすがにちょっと高いだけあってかけた豆とかちっちゃい豆とかそういうのがなくてもう粒が揃ってる感じのすごいいいコーヒー豆って感じがしました味の方はコーヒー立ててる時からもうすごい甘いバニラの匂いがしてそれで実際入れて飲む時には口に入れるとヘーゼルナッツのまた香りがするんです 僕、毎朝コーヒー飲むんですけど、もう毎朝楽しみなぐらいで、俺が売ってる間はこれを買うと思います。次は、プロポリスキャンディーです。値段は1148円でした。これなんですけど、これも切れる前に買う定期購入品で、ユーカリとマヌカハニーっていう蜂蜜の飴なんですけど、変な飴舐めるんだったらこれがいいなと思って、飴はいつもこれを買ってます。袋の上にはこのように切り欠きがありまして、ここを、 こんな感じでハサミで切りますと、こんな感じで切れまして、こんな感じで開きまして、これもパウチになってまして、飴を出して、また封をしてしまっとけるっていう感じになります。袋の中には個別包装された飴がおっゃり入ってました。ちょっと取り出してみたんですけど、こんな感じで個別包装されてますんで、学校とか職場に持ってく時とかにも持ってきやすいんで重宝だと思います。 全部出してみたのがこんな感じなんですけど、結構いっぱいありますよね。これ僕じゃないんですけど、数えた方がいまして、103個入ってたそうです。次はハニーバターポップコーン。値段は998円でした。これなんですけど、何回も言ってますけど、今回のトボール完成の時のつまみにしようと思って買ってきました。普段は買わないようにしてたんですけど、今回買ってきてしまいました。内容量は 500g 入ってるんですね。 袋の裏には色々説明が書いてあったんですけど、先ほどまで無添加だとかビーガンだとか、もう体にいいような話ばっかしてたんですけど、これにはアステルパームだとか、二酸化ケイ素だとか、今回見なかったことにして食べようと思います。賞味期限は来年の1月までですね。袋の上にこのように切りかぎありまして、ここをこんな感じでハサミで切りまして、こんな感じで開けまして、こんな感じで開きま,ました。 それでパウチになってますんで食べたらまた封をして湿気ないでまた食べれるっていう感じになります袋の中にはちょっと黄色く色づいたポップコーンがどっさり入ってましてもうこの時点でバターの匂いと甘い匂いがしまして美味しそうでしたちょっとお皿に出してみたんですけどこんな感じでパクパクってつまんだんですけどこれはいけない味ですね美味しいなんてもんじゃないですもうちょっと食べたら もう後引いちゃって、もうポリポリ、ポリポリあるだけ食べちゃうって感じで、味はバターの風味のある甘じょっぱい味で、もうこれはいけない味です。美味しすぎるんで、食べ過ぎちゃうと思います。今回、さっきのフライドチキンとか、フライドポテトだとか、野菜スティックだとか、散々食べた後に、これ出してきまして、アメリカンフットボール見ながら食べたんですけど、娘と2人で半分ぐらいペロッと食べちゃいました。 皆さん、これはやめた方がいいです。もう自制心の効かない人は買ったら一袋そのまま食べちゃうと思います。それぐらい美味しかったです。次は、マンのカベルネソビーニオン。箱ワインですね。値段は2598円でした。5.25リットル入ってまして、ボトル7本分になりまして、1本あたりにしますと371円になります。原産国は南アフリカになります。これなんですけど、 これも毎回のように買ってる定期購入品で、夕食の時に1杯か2杯赤ワイン飲むんで、それで切れると嫌なんで、また買ってきました。箱ワインなんで、箱の組み立て方の説明をします。箱を横にしますと、このように A と B と書いてある部分がありまして、A の部分をこんな感じで押しまして、B の部分をこんな感じで持ち上げますと、中に蛇口が見えますんで、その蛇口を引っ張り出しまして、 A の部分にこんな感じで引っ掛けまして B の部分を戻しますとこれで蛇口が完成して蛇口をひねると好きなだけ赤ワインが飲めるって感じになります捨てる時もこのように箱の裏を破りまして中の袋を出すとこんな感じで小さく捨てれますんでそういう面でも重宝してます次はカークランドシグネーチャーのスパークリングスプリングウォーターです値段は1238円でした 40本入ってますんで、1本あたりは31円になります。これなんですけど、これも切れる前に買ってる定期購入品で、癖のない炭酸水っていう感じで、美味しいのと安いんで、いつも買ってます。横から見るとこんな感じで、パッケージと持ち手を兼ね備えたような便利な作りになってます。持ち手は、この部分に手をかけると持てます。1本取り出すとこんな感じで、 捨てるときもこのように小さく潰して捨てれるんで、そういう面でも重宝してます。今回は21点で27,875円でした。今回スイーツも2つ買っちゃいましたし、普段はもうやめとこうと思って買わないようなハニーバターポップコーンだとか、そういうのも買っちゃいまして、教えてもらったサラミニだとか、初めて買ったひよこ豆のカレーとか、みんな美味しくて、 今回もほんと楽しかったです。また順番にレビューしていきますんで、よかったら見てください。チャンネル登録、いいねとよろしくお願いします。今日はこれで失礼します。ありがとうございました。